どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日はアメリカのニュースっていうのをねお話ししたいなと思っております。なんでって思うじゃないですか。そりゃそうだと思います。まあ僕の知り合いにアメリカのロサンゼルスに住む知り合いがいるんですよ。僕まあ占いやってるので、その方からちょっと見てほしいですって言われて、そこでまあ電話をして占ったんですね。ああよかった、ありがとうみたいな感じになって、で今アメリカではどんなことが起きてんのかっていう、まあちょっとね興味本位で聞いたんですよ。そしたらですね、まあちょっと日本よりひどいなって思ったので、ちょっと今日はそんなお話をしようかなと思っております。まず何を聞いたかっていうと、その方っていうのは配達員、車で回るんですって。今もなおアメリカでは外出禁止令みたいな感じで、日本ではねいろいろ本当に GoTo キャンペーンとかやって、まあ、緩んでるじゃないですか。でもアメリカっていうのはまだまだそんなとこまでは回復できず、前にね日本であったスーパーに行くにしても、まあ、ソーシャルディスタンスを組んだじゃないですか。何人から何人まで入店規制みたいなあったでしょ。それが今もアメリカではあると。あそうなんだって思いながらで聞いてたんですよね。配達してる知り合いがね言ってたんですけど、給付金、まあ日本でもありましたよね。国民一人10万円っていうのがアメリカでもあったんですって。でまあ日本でもねかなり不況になって、で泣く泣く仕事を手放して失業された方も相当いらっしゃいましたよね。そういう方々に対してもいろいろね国がまあやったとは思うんですよ。で当然アメリカは、まあ、日本よりもかなり被害も大きくて、そういう方々に失業手当もちゃんと出たらしいんですよね。日本よりもすごい金額がね給付されて、その時はあよかったよかったなんて思ってたらしいんですよ。でもアメリカって日本よりも物価は高いですし、もらったところでやっぱりすぐなくなるんですって。あこれでもダメかっていうことで、アメリカは失業者に対して毎週600ドル支給してたみたいなんですよね。まあ、600ドルってね結構相当じゃないですか。いいなーなんてちょっと聞いてたんですけど、あることがきっかけで600ドルから300ドルに下がったんですって。なんだろうなーって聞いたら、配達してる知り合いがね、その方が配達してるのでその方の体験談なんですけど、毎日同じエリアを回るわけですよ。でも途中から違和感が出てくるんですって。何ですかって聞いたら、一軒家、まあ老夫婦2人で住んでるはずなのに、ある日を境にその一軒家その配達の量が増えたんですって。で聞いたらですよ、日本ではその銀行に振り込んでもらったじゃないですか。アメリカだとお金が入ってるキャッシュカードを封筒かなんかに入れるんですかね、それをポストへ投函するんですって。まあちゃんとした厳重なね、まあ、システムにはなってるんでしょうけど、投函するんですって。そしたらですね、あれここの家何人しか住んでないはずなのに、なんでこんなに多く投函するようになったんだろうなって思って、違和感がね出始めたんですって。でそういう家がちらほらと増えてきて、まあ蓋開けてみたら詐欺だったんですって。結構やっぱりいろんな方が詐欺の被害に遭われて、で国もこれじゃダメだってなって600ドルから300ドルに
落とされたと。それでも痛手なわけですよね、国民からしたら。だけどまだ被害は減らないみたいなんですよね。っていうのが今国の問題になってる一部でもあるんだよって教えてくれたんですよね。そうなんだって思って。こんな話ってまあ日本では聞かないじゃないですか。っていうことで、まあ世界というか日本では聞かないニュースだったので、このチャンネルを通してね、まあ、発表したわけでありますよ。最近やっぱり日本でも詐欺っていうのがまた増えてきたというか、変な詐欺が増えたじゃないですか。なので、まあ、これを機にね、気を引き締めてもらって、詐欺とか変な情報には騙されないようにっていうような動画にしようかなと思って作らせていただきました。っていうね、本当に嫌ですよ詐欺は。本当、あ、僕もね本当騙されやすいので気を引き締めたいなと思ってます。っていうことでね、サブチャンネル秀丸のもう一つっていうのをやってます。こちらはね完全プライベートでやってます。楽しいこと、僕がね楽しいことを思ってることをやってるので、ではまた見てください。ありがとうございます。